おお、お主か。よく来たな。待っておったぞ。さあ、早速だが、今日もお前の血をよこせ。ん？お前、私以外の者に血をあげたな。そんなことはない。目を泳がせながら言われても説得力がないぞ。はぁ、なぜわかったか。お前の匂いに混ざって別の男の匂いがする。それに、その首筋の傷。私がつけたものではないな。誰だ、この私の餌に勝手に手をつけた馬鹿者は。何？弟に血を与えた、だと。ふーん。お人よしのお前らしい話だな。別に、私はお前が離れていくことが寂しいわけではない。ただ、お前の血が吸えなくなるのが嫌なだけだ。で、その弟、顔はいいのか？なるほどな。顔がにやけておる。何も聞かずとも、わかるさ。まったく、性のない女だな、お前は。まあよい。とにかく、今からお前の血を吸うから、首筋をさっさと出せ。違う、そっちではない。弟に噛まれた跡のある方だ。私の後で、上書きしてやる。いつもより痛いと思うが、罰と思って我慢しろ。では、いただくとしようか。やはり、お前の血は格別だな。お前は、私だけのものだ。前にも言ったであろう。人でも吸血鬼でも、他の誰にも、お前を渡したりなどしないさ。さて、こっちはもういいだろう。さ、次は逆の方だ。どこを吸っても素晴らしい。やはりお前は最高の餌だな。他の者に渡したりなどしないさ。お前は、私のことだけを見ていればいい。わかったか？さて、もうそろそろやめておくか。ご苦労であった。いいか、約束だぞ。お前は私だけのものだ。私だけを見ていればいい。わかったか？わかったならよい。それでは、また明日もな。よろしく頼むぞ。私の愛しい愛しいおもちゃよ。